が近いから。やばいやばいやばい。待って。え、待って待って。今言った私の待って、私のこの勇気を出して振り絞ったこの告白聞けなかったってこと？聞こえた？ちょっと待って。え、待って、もう一回言った方がいい？そしてなんか前髪キモい。すいませんね。そこ聞こえてないことある？ちょっと待って、もう一回言っていい？じゃあもう一回言いたくないんだけどね。あの、もう一回言うね。じゃあ、この間のあのシャッフルのあの動画のあのサムネの私がもうブサイクすぎるっていう話。もうどうなってんの？なんで止まる？ここで。多分これね、みんなが気まずいからもう触れてないのか、もっとね触れられるぐらいもうブスなんですよ。すいませんね、汚い言葉使っちゃって。もうね、もう本当になんかちょっと写りが悪いねとかいうレベルを超えて、もうそれをもうとっくに超えてもブサイクすぎて。いや、もうなんか、ね、変顔してんのかな、なんかわかんないんですけど、なんかニヤニコ上手で、なんかそんなどのタイミングって感じだっけ。多分なんかニヤニコルジャイですってやって、そのどっかの軌道でなんかそのすごいもう形相になった瞬間があって、もう偶然そこだったみたい。それかもずっとその顔ってことって感じで、もう結構それだったらもうもっとショックなんですけど、なんかニヤニコルジャイですみたいな感じですごくて、しかもそれでなんか最初私気づかなかったんですね。まずそんなアップにしてサムネ見る人なんてもうそんなにいないんですよ。そんなにいないっていうか、いないんですよ、そもそも。どんだけ見てんねんって感じなんですけど、もう本編見てって感じなんですけど、なんか偶然まあなんかメンバーがこうアップにして確認した時に、なんかやばいやばいみたいな、やばいやつおるみたいな、事故すぎみたいな言って、誰誰と言ったら、誰誰と言ったら私だったっていう。でそれがなんかその兵庫公園のあの楽屋でもうめっちゃもうみんなの笑いをかっさらって、よしということで、ラッキーってみんなの笑いゲットってことで、もうまあラッキーだったんですけど。萩さん、ありがとう、ありがとうございます。そう、受けると嬉しい。やっぱさ、受けるといいんだよね。だからみんなの笑いはもう取れて、もう嬉しい。うわー、なにこれ、あーなにこれー、あー、仲間、こんなクマってバリエーション作ること可能？やばい、ウォーカー、クマもいる、ウォーカー。あ、萩さんありがとう、今日も楽しかった。え、こちらこそ。いつもね、あのすごいなんかすごいね位置で見てくれてありがとうございます。もう本当にあのね、もう通称もね、んお話しくい、んどっちだ、んもうねありがとうございましたですし、ライブをね本当に見に来てくれてありがとうございます。なんかもうね、あの前方見守りお兄さんって感じで。あ、こういうの大体ね、あの後方彼氏系だと思うんですけど、もう萩さんに関してはもう前方見守りお兄さんっていう感じね。いつもねありがとうございます。ぜひね今後の公演もお待ちしてます。ありがとう、素敵なくまちゃんタワーもありがとうございます。まあハロウィンですから。いや、やばいよね今日、いつもにましてご機嫌さんね。いや、もうなんでかっていうと、やっぱ笑顔を届けたい。やっぱそのサムネの件からやっぱみんなに笑顔を届けるってこんなに素敵なことなんだなっていうね、思ったわけよ。っていうのもあるし、もう本当に今日の宿題がもう10分の、0.5 ぐらいしか終わっていないので、もう開き直りっていう感じで、卒業できない、本当に卒業できない。まあでも中卒とかでももういいや、とりあえずね、
一旦中卒で、まあ、またの今後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 ボンゴボンゴとコンガ的なテンションで、ね、そうまあまた今後今後また今後考えていけばいいよ。もう高卒にするか高卒にするか中卒にするかもうそれはもう今後考えていこう。今後ボンゴコンガ今後考えていこう。もう今日の靴下は宅配やってます、すぐにお家にお届けって書いてあります。昨日は手洗いうがいしっかりしようっていう靴下を履いてました。なんでかっていうと手洗いうがいしずにリビングに行くとめっちゃ怒られるので、まあ一回靴下を履いて意識を上げとこうと思って。めっちゃ可愛いんですけど、なんか靴下を見せるのってちょっと恥ずかしかったりするんですよね。ちょっとでもなんか靴下を見せるってなんかめっちゃなんか恥ずかしくないですか。ちょっとやめとこう、恥ずかしいからね。いやこれはね2枚購入してるので全然もうおろし、まあ、開けたてって感じなんですけど、新品を開けたてって感じなんですけど、ちょっとやめとこう、可愛すぎてねいっぱい買っちゃったんですよ。初めてお通しありがとう。いいえこちらこそ来てくれてありがとうございます。宅配やってます、すぐにお家にお届け。鏡が割れちゃったんですよ、だからいいことが起こるのかもしれない。コンタン今年初のシャインマゲットできました。え、まだシャインマあるんすか。欲しい欲しい。え、髪染めたい。ともさんありがとう。え、そう前のポジションをねやらせていただいて、もうゼッケン来た瞬間にもう匂いをって嗅いで、もう前を吸収したんですよ。あ、ドンチョコさんありがとう。ドンチョコさん元気してますか。ドンチョコさん、なんかドンチョコさんってハロウィンっぽいんだよね。なんでそれ、オレンジだから。どんとこさん、どんとこどこ、どんとこ。これはアニメないんか。確かに感謝祭ありがとうね。いやこちらこそ、もう感謝祭はねもう早く全人類見てほしいって感じですね。なんでその瞬間に立ち会っていただけたどんちょこさんも本当にもう奇跡の人材、ありがとうございます。タワーもありがとうね。ピースありがとうございます。高嶺の花のとこうまかった。え、ほんと、ね、もう毎日横で見てたんですよ。高嶺の花ってとこは毎日横で見てたんですよ。この他のオンライン11月に始めていくので、え、嬉しい、ありがとうございます。感謝祭に吹っ飛ばされるこの他忘れられない、たまに見て元気としてます。通所は剣忘れて、そんな、じゃあ今度一緒に通所しましょう。ツーショット会 in 天の家。ストーリー、なんかストーリーをね見たらなんか既読みたいについちゃうじゃないですか。だから小窓から見てる、なんか小窓なんかちっちゃい窓から見てます。クーラセのヒロインは君、クーラセのヒロインは君って実はね、ヒロインって、ね、どうしてもっていうならヒロインになってあげてもいいけどのヒロインにかけてねこうやってやってるんですよ。誰か気づいた人いるかな、いないかも。小粒くんの算数問題解決した、そうあれさ X 使っ
痛い気持ちになるんですよ。てか、あの本当にね、めっちゃ私事なのに皆さんいっぱい送ってくれてありがとうございます。もうね、弟はね、もう感謝し、弟と私はもう感謝って感じです。もうこんなにね、皆さんにね、たくさんこうやってね、あのなんか大学生とか社会人の方にあの問題を写真で送って、でなんかリアルタイムでこうなんか連絡を取って問題解決するみたいなアプリがあるんですよ。あれを入れてた時が、入れてたっていうか、あれは一回解決するのにめっちゃ高いお金を請求されるんですよ。無料チケットっていうのが切れたらね。でもそれでね、もう高いお金払って解決したとしても、まあ、一人のお一人の意見からしかもらえないんですよ、あのアプリは。でももう私はもう昨日かおとといかどっちだっけ、モーメントであれ言ったら、もうたくさんの回答をいただけて本当にありがとうございます。ね、ちょうど真剣ゼミでやったところでしたっていうコメントでさすがにひっくり返った。面白い。社会科目いきます。じゃあ教えてもらっていいですか、もう私に。モーメントとか、モーメントいっぱい更新できるように頑張ってるので、そして他のメンバーのモーメントもね、とっても楽しいので、あのファンクラブに入ったらね、みんなのモーメントを見られるので、ぜひ入ってほしいです。モーメント更新頑張ります、頑張ってます。本当に待って、星1万ありがとう皆さん。これグレーなんかね、今日はねメイク、さっきこれのためにメイクしたから、めっちゃねメイクさ薄いからさ浮いてるんだけど、あのちゃんとメイクしたらめっちゃねいい感じになるので、でこの間ね、お話し会の日も同じカラコンつけたの同じにしたんですけど、明日ちょっと、明日はねお仕事がみんなあるんですよ。頑張るぞみんなで。明日写真載せるよ。杉さんありがとう、いつもいっぱいツイートもね、ライブも本当にありがとうございます。うれしいかわー。しかもねいつもねすごいね、私のことを気にかけて 気をね気配りしてくださって本当にありがとうございます。もう本当にね、もう絶対優しいんだろうなっていう。福岡神戸めっちゃ楽しかったです。福岡にゃんちゅうすけを見つけてくれて、にゃんちゅうねあみーわーにゃんちゅうだにゃん、すげさんありがとうだにゃん、はい、ということでちょっとね精度が落ちてるんですけどももっとね精度上げていきたい。普通にね、正直問題上げていきたい。怖いグッドコメントあざす、隊員さんありがとう。うまい嘘つけ、みんな気使ってるでしょう。気使いなんだから、みんな私の応援してくださってる方みんな気使いすぎなのよ。私にもっとおいお前下手だなとか言ってもらって全然大丈夫ですので、みんな優しいからね。でもサムネイルとかもね、もうブサイクすぎてもう笑うしかないとかも全然コメントしてもらって、嘘つき
ひえー、鼻が伸びちゃうんだから。ピカチュウ、ピカチュウって喋るんですか。またねバブルボール入りたいなと思いますね。へえ、喋るんだ。私も本当正直問題はパピモッチさんしか知らなくて、本当可愛いんですよ。じゃーん。まあ、大体パモさんとセットなんですよね、グッズとか。あのパモさんだけ単体のグッズがあの販売されていて、あのぜひパピモッチもよろしくお願いします。どうしてパピモッチのソロのグッズ販売はないんですか。よろしくお願いします。パモさんだけ知ってた、そうですか。そうですか。パピコの餅みたいな名前で、そうでもね、すごいね、あのドーナツ屋さんとかにいそうな見た目なんですよね。かわちかわいいなパピモッチってのは。やばいな、もうハロウィンってことはもう11月ってことか。あっという間だ。うー、あと、なんかもう年末っていうなんかワードが会話に出てくるようになって、ちょっと待ってって感じ。本当に待って、本当にまだ年末来ないで、年末来ないで、本当にちょっと待って、一回待って、一回ストップ、一回ストップ、みんな11月来るの一回ストップ。あ、クリスマスってことはもう年末ってことだ、どうしよう。やばい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 、待って、ランキング見ないと。13位りょうさん、ありがとう。12位ともさん、ありがとう。11位そらさん、ありがとう。10位超知見さん、ありがとう。9位すぎさん、ありがとう。8位どんちょこさん、ありがとう。7位かずきさん、ありがとう。6位コッピーさん、ありがとう。5位隊員さん、あ、もう5位隊員さん、ありがとう。4位きゆうきさん、ありがとう。3位おなかぽんぽんさん、ありがとう。2位みやこうちゃん、あとキュロンさん、ありがとう。して1位ははぎさん、ありがとうございます。すいません、てかこの間さ10時だったのに配信できたんですけど、壁突破しちゃってるってことですかね、もしかして。皆さん今日いっぱいタワーね、ギフト本当にありがとうございます。素敵なねハロウィン限定のくまさん、こんなに見られると思ってなくて本当に嬉しかったです。というわけでちょっと一瞬になっちゃったんですけど、ありがとうございました。ごめんなさい、ちょっとあのコックさんになっちゃうのでね、帽子一応明日の写真にはちゃんと帽子あるので見てください。というわけでハッピーハロウィーン、大阪で待ってます。